ソーシャルクリエイティビティという新しいコンセプト、多分皆さんも、お聞きになっているかと思うんですけども、ソーシャルに物事をですね、みんなで協力して作ることによってクリエイティビティ、それからイノベーションというのが達成されるというコンセプトが、やはり今の時代ですね、注目されつつあります。で、ブラックダックは十数年オープンソースを利用していただくためのプラットフォーム、コンプライアンスも含めてガバナンス、マネジメントをですね、提供してきたんですけども、やはりオープンな世界においてソフトウェアを開発する手法というのがですね、今どんどん注目されています。で、後でこういう中身をですね、中心にお話をしますけども、オープンソースを使った手法というのが今度逆に企業の中で利用されていくということも一つのトレンドになっております。なので、ソーシャルクリエイティビティというテーマのもとにですね、オープンソースの開発というのがどのように企業に、貢献するかというところをですね、中心にお話をしたいと思っております。それでは今、現状の最新のですね、オープンソースのトレンド、それからソーシャルクリエイティビティがどうして注目されているか、そして企業としてオープンソースを使ったですね、開発手法というのをどのように行えばよいかというところの、ベストプラクティス、これらを中心にお話をいたします。皆さんご存知のようにオープンソースは世界というのは確実に広がっております。で、こちらにあるデータのいくつかは弊社のナレッジベースというデータベースから取ったデータなんですけども、例えばオープンソースのプロジェクトの数、これはもう100万近い、数になっています。それからライセンス、GPL、BDS、Apache、いろいろあると思うんですけども、派生も含めてですね、ライセンスの数が2000以上という膨大なですね、領域に達しているということが分かります。で、オープンソースはですね、まさに今ティッピングポイント、過渡期に来ていると言っても過言ではないということです。ジムさん のスピーチにもありましたように、やはりその企業にとっての価値っていうのがどんどん注目されている、ここにありますようにコストだとかスピードだとかですね、の他にですね、どんどん新しい、業界にですね、広がっていると、そしてイノベーションの源泉になっているということが注目されつつあるんですね。で、ソーシャルクリエイティビティというテーマで見た場合に、単純にその、こういったメリットだけではなくてですね、新しいコンセプトというのがどんどん、湧き出ていると。で、その2つ大きなテーマがございまして、1つがここにありますスーパーコミュニティというコンセプト、それから2つ目がイナーソーシングというコンセプトで、詳しくは少ししたからお話をしたいと思うんですけども、オープンソースが台頭することによってオープンな開発環境でですね、さらに新しいコンセプトによるクリエイティビティですね、イノベーションというのがどんどん発展していくというような状況でございます。ブラックダックはですね、毎年調査会社と一緒に米国を中心にですね、上場企業を含めて約800社の IT 部門の方々に調査をしております。で、こちらがですね、今年の調査結果なんですけども、どうしてオープンソースは重要なのかと、どうしてオープンソースを使うかという問いに対して、1番がイノベーションです。2番が、コラボレーティブパートナーシップス、こちらはですね、スーパーコミュニティというところに通じるんですけども、要はその自分たちの仲間であろうが、サプライチェーン のベンダーであろうが、競合であろうが、または業界、同じ業界であろうが、その外 の会社であろうがですね、みんながですね、協力して開発をするというメリットっていうのが、もうオープンソースによって実現されているんですね。そして3番目がですね、ディベロップメントメソッドということで、要は開発手法、オープンソースで培われた、確立された開発手法というのが、実は企業にとって非常にメリットのあるものだということが、皆さん気づき始めております。先ほどジムさんのメッセージもあったように、ディベロッパータレントですね、やはり優秀な人間がオープンソースにたくさんいると
こういった人間がやっぱ欲しいということで、企業もオープンソースに対して力を入れているという現状が分かります。でこれはまあ余談ですけども、あのエンタープライズの、世界でどういったところがですねオープンソースを使っているかというところで、まあ、政府系も含めてメディカル、メディアですね、それから、車関係という、あのテクノロジー以外の業界でもどんどんオープンソースが使われているということが分かります。これはですね IDC が行った調査です。でグローバル2000という、まあ、あのトップ2000の上場企業に対して行った調査結果で、企業が抱えている、あの、まあ、保有しているソースコードの中に占めるオープンソースの割合ですね、これ平均すると大体 30% で、日本もあのこれに近い数字になっています。で 30% をですね平均とした場合に、実はベストインクラス、あのオープンソースを本当にたくさん使っている企業さんの中では、この割合が 80% になっているところも実は存在します。で、あのやはりこの 30% から 80% にいかに、オープンソースの利用を大きくしていくかということが、企業にとって非常に戦略的な価値をもたらすというふうに考えます。でじゃあどういった会社が 80% 以上もですね、オープンソースを使っているかということなんですが、これ実は弊社のお客様でソニーモバイルさんで、こちらのエクスペリアの中に入っているソースコードですねの8割以上がもうオープンソースであるというところを、まあ、彼らは失礼しました、あの宣言をしております。で同様にですね、テクノロジー企業以外のところ、エンタープライズを見た場合に、例えばこれはあのバークレイズは こちらも弊社のお客様なんですけども、あの開発部門の中でオープンソースをどんどん使うことによってコストが 90% 以上カットされたという、報告をされております。で弊社のウェブサイトを見ていただければ、いろんなユーザー事例があるんですけども、一部金融だとかですね、あのテクノロジー以外の分野のお客様の事例もございますので、ぜひご覧になっていただければと思います。ということで、ソーシャルクリエイティビティというのはどういうことかというところを少しあのお話ししてですね、先ほどからお話ししてますスーパーコミュニティ、それからインナーソーシングについて簡単に触れたいと思います。でこちらはですね、あのガートナーさんとか、あと確か IBM さんも関わってるんですけども、大々的なあの調査をしております。これは CEO に対してあの調査をしてるんですけども、あの、まあ、ちょっと文字がずらずらあってあまり深くは突っ込みませんけども、ポイントはですね、 CEO が今あの求めてるリソースっていうのは何かというと、クリエイティビティなんですね。あの、まあ、財政だとか、そのいろんな、まああのまあ、いろんなその企業価値があるんですけども、その中でもですね、トップがもうクリエイティビティが欲しいというところを、明言をしています。でこれはですね、このスライドはちょっとあのティムがですね、日本の皆様に、追加したサービススライドなんですけども、あのアドビが行った調査がございます。あの、各国に対してですね、クリエイティビティのある国はどこかというところをですね、調査したところ、なんとあの日本が一番になってるんですね。あと例えば都市ごとに東京がどういうところで一番かというところで、非常に面白い調査結果ではあります。これはあのアドビのこの、調査結果のですね、調査のその名前を記入、あのグーグルしていただければ出てきますので、ぜひご覧になってください。であとそのオープンソースを見た場合に、これはあの GitHub のですねデータなんですけども、明らかにその GitHub を使っているユーザーというのはもうどん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 増えていると。それからそのコミュニティ、オープンソースのプロジェクトですねの中で、まあ、STARS、まあ、STAR っていうのはあのソーシャルサイトでいう、いいよと LIKE というところをあの開発者の方がこの、プロジェクトは非常にいいよというときはスターをあの指定するんですけども、スターの数をですね指定することによってどの、プロジェクトがですね人気があって使われているかということが分かるんですけども、こういった情報というのが今どんどん開放されているんですね。だから開発者として自分が応援したい、自分が好きなプロジェクトをどん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 こうスターをつけていってですね、それが公開されてですね、さらにその輪が、広がっていくと、まさにソーシャルな、環境でコミュニティ
が活性化されて、そしてプロジェクトもどんどん良くなっていくという状況にございます。ということで、このブルース・ナスバームという方が、最近ですね、出版したクリエイティブ・インテリジェンスという本がございまして、ここで彼は大々的にその今後の一つのキーワードとして、企業価値が増大するためにはクリエイティビティですねというのがもう源泉になっていくというところを提唱しております。で、特にそのオープンな社会、まあ、ネットワークもオープン化してますし、社会もオープン化してます。インターネットだとかさまざまな技術によって、人々の意見というのがみんなで共有されていくという社会においては、ソーシャルクリエイティビティというのが一つの大きなキーワードになるというふうに言います。ではソーシャルクリエイティビティをですね、実践するためにはどういったポイントがあるかというところを弊社の方でまとめたんですね。でこれはオープンソースの開発手法だけに限らず、いろんな、分野でのソーシャルクリエイティビティを見た場合に当てはまる、ことになります。これ一つ一つ話しますと、やはりそのディスカバリーというのはですね、要は知識に対してアクセスできることが容易であることが大事なんですね。で昔のそのルネッサンス、中世のルネッサンス、イタリアで起こった時に何があったかというと、やはり優れたアーティストとか技術者というのがやはり近くにいてですね、情報交換しながら自分の成果を皆さんに知ってもらって、または他の方がやった成果を自分で勉強すると、そしてお互いに交流できる場があったという時期にですね、ルネッサンスが起こったんですね。同じようにやはりソーシャルクリエイティビティというのは、いろんな方がですね、自由に情報交換できてですね、お互い学び合いながら、そして知識にアクセスできるという環境というのが非常に大事になってきますので、このディスカバリーというのはものすごく重要なポイントになります。そして、再利用ですね、それからトランスペアレンシー、可視化できる環境であると、そしてクリエーションを奨励したりですね、で自ら動くところをみんなが応援してあげようと、そしてやはりその混沌な状態で物事を作ることはなかなか難しいですね。ちゃんとしたルール、ポリシーですねっていうのがベースにあって、その上でみんなが、共有できる環境を作ると、そして、みんなで問題を解決しながら、その関わること、そして成果を出すことに対して評価を受けるですね。そして、進歩することをみんなで祝ってですね、やはりでテクノロジーですねというのも大事になってくるよと。でこういった10個 の, ポイントがあるんですけども、こういったものが今まさにオープンソースですねでの開発の現場では、当たり前になっていると。でソーシャルクリエイティビティのですね、流れとしてはいろいろあるんですけども、さまざまなオープンソースのプロジェクト、それからファウンデーション、GitHub も含めてですねありますし、さまざまなツールとかサービスもございます。そして今日私の方で皆さんと共有したのが、このスーパーコミュニティということと、インナーソーシングという2つの考え方をお話ししたいと思います。この方有名な方なんですね。名前がありましたね。ジムさんがおっしゃってます。要はその競合であってもですね、やはり一緒に作業を一緒にその、働く、一緒に刺激し合ってですね、一緒にその物事を共有することによって、さらに進歩しますよということをジムさん自身もおっしゃってます。でその一つのですね、結果というのがこのスーパーコミュニティです。オープンソースはいろんなプロジェクトがあるんですけども、このスーパーコミュニティというのはですね、そのある、コンポーネントですねを開発する上で、競合とかサプライチェーンとか自分の仲間、業界外のですね、いろんなパートナーが、そのコミュニティに入ってですね、共有物事を一緒に作りましょうという動きです。で例えば、もちろん、モバイルに関しては Android が有名ですけども、車に関してはジェネビというヨーロッパのコミュニティなんですけども、こちらはその車のですね、車載部分の車載のインフォテイメント をですねの、コンポーネントをみんなで一緒に作りましょうという動きです。車のメーカーだけじゃなくて、車載メーカーだとかソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク、それから半導体、さまざまな業界のメンバーが寄り添ってですね、
その共有できるところはもうみんなで共有しましょうと。でその上に乗る付加価値の高いところは独自で自分たちで作りましょうという動きになっています。同じように、これは、メディカルですね。それから先ほどお話ありました SDN のオープンデイライト、ファイナンスの、オープンママで、ポラシスというのは航空宇宙関係の、コミュニティになっています。このようにその自分たちの狭い、業界だけではなくて広く他の業界からもですね、その共通の部分を一緒に、開発できるような環境というのが徐々にできつつある。これが、まあ、スーパーコミュニティの概要になります。それからイナーソーシングというコンセプトですけども、まあ、皆さんご存知のティム・オライリーという有名なテクノロジストがいるんですけども、彼がもう2000年にですね提唱しているんですね。でもう彼はその時からオープンソースの開発しようというのはやっぱり素晴らしいと。その限られた人がソースコードを見るんではなくて、いろんな方がですねソースコードを見ることによってバグの修正も早いですし、いろんな機能品質も上がっていくということは確実であるということを、彼は認識しまして、こういうイナーソーシングという言葉をその時に言っております。でまさにイナーソーシングというのはオープンソースの開発手法ですねを企業の中に持ち込んでですね、企業の中でそれを、実践するということになります。まあ、皆さんあの企業の方が多いと思うんですけども、やっぱ企業はこう縦割りでですね、製品ごとに部署は違ったりとか、あの事業部ごとに全然交流がないとか、ましてやソースコードなんて一緒に共有できないということはもちろんございますし、米国でも同じなんですけども、アメリカでは徐々にその壁が徐々に取り払われつつあるんですね。やはりその自分の仕事以外のところに興味を持ってですね、そこに対して貢献をすると、それによって自分も評価されるし、会社としても大きなメリットが生まれるということが徐々に企業の皆さんが理解しつつあります。それがこのイナーソーシングという考え方になります。で先ほどの弊社の調査でもですね、多くの方が数年後にはこのイナーソーシング、オープンソースの開発手法が企業の中での開発手法にで非常に重要な位置を占めるということを言っております。で、まあ、イナーソーシングのメリットというのはここに ありますので、これはまた皆さんあの別途、ご覧になっていただいて、すでに弊社と関わっている会社さんでもこういったところが、実際にイナーソーシングを、やってみようというふうに動いてますね。で弊社のお客様でトムソンロイターズ、という大きなメディア企業があるんですけども、こちらがですね今まさにこのイナーソーシングというのを、やろうと、社内 その壁を取っ払ってソースコードをシェアしてみんなで、そのソフトウェア開発にですね注力していこうという動きがあります。でここにありますあの言葉なんですけども、これはオープンソースをですね企業が使う上での、まあ、各フェーズというのを弊社の方で定義をしているんですね。でトムソン・ロイターズも2008年以前はオープンソースをパラパラと、まあ、開発者の技術者がちょっとこうダウンロードして使ってみたりとかですね、非常にアドホックな状況で使っておりました。それがその2008年ぐらいから、まあ、これじゃいかんということで、ちゃんと、まあ何がどこで使われているかというのは一応 Excel ベースで管理を始めたんですけども、オープンソースのボリュームがどんどん増えることによってもう Excel ベースではもう不可能だというところで、きちっとツールを入れてですねマネージしていこうというふうになってました。で少ししますとですね、次の段階としてはやはり使うだけではいけないと、やっぱりオープンソースはコミュニティといかに付き合うかというところが大事になってきますので、パティシペーティング、コミュニティに対して積極的に参加していこうという動きを始めて、さらにですねドライビング、要は自分たちが使うよく使うオープンソースを先導的な役割でですね発展させていくというフェーズになります。そして今まさにインナーソーシングということで、そのオープンソースのコミュニティに対して貢献するだけではなくて、社内でインナーソーシングのコミュニティを作ってですね、社内の知恵をですね、社内のスキルをですね全社的に活用しようと。でこれをですね彼らはスーパーソースという自分たちの独自の言葉で使ってるんですけども、外部内部の知恵をですねもうあの全部集めてですね、イノベーションクリエイティビティに、貢献しようという動きをしております。で最後にあの、
まあ、弊社が考えるですね、オープンソースをいかに使えば、いかにその真似すればいいかというところ、これはまあ端折ってお話します。やはりその大事なのはですね、ちゃんとオープンソースを社内でどのように使うかという戦略から始まって、ルール作り、ポリシー、そしてそのルールを体現するためのプロセス、これはもう必ず必要になってきます。それから誰かに任せるというよりも、やっぱりこう横断的にですね、そこをちゃんと管理できる人を設定して、またはその部署なり、それから委員会というのを設定して、どういったオープンソースが使われているかというのを把握する。そしてオープンソース、先ほどご覧になったように100万近いプロジェクトがあって、バージョンにすると数百万あります。それをマニュアルで管理するのは不可能ですので、テクノロジーを使う。そしてやはり教育ですね、それからトレーニング引き続きしながら、このプロセスというのをモニターして評価していくというプロセス、あのここの、プロセスというのが非常に大事になってきます。で、これは弊社が提供している3つの大きなテーマですね。そのディスカバリー、オープンソースをきちっと把握して、それを社内で使うマネジメント、そしてさらに付加価値をですね、増大させて企業のクリエイティビティ、イノベーションに貢献させようというエンパワーメントと、こういう3つの分野において、まあ、弊社のソリューションというのが提供されます。で、弊社のまあ製品はですね、その開発のすべてのプロセスに対応してきちっとオープンソースをですね、マネージするというところというのがキーになりますので、それのベースとなるのがナレッジベースという弊社のデータベースになります。ということで、まとめとしては、そのソーシャルクリエイティビティというのは、オープンソースをテーマにしますと、を題材にしますと、壁を取っ払うと、企業の壁、業界の壁を取っ払って、その皆さんの知恵をですね、一つのことに集中させるということがこれから大事になってくる。そしてブラックダックでは、それを体現するための、実現するためのさまざまな技術、それから手法ですね、こちらを提供していくというふうに考えております。ということで、ご清聴ありがとうございました。